イモリカは、良性綱、優美目に含まれるとが、モシキ族は、サラマンドラ族。北アメリカ大陸、アフリカ大陸の地中海沿岸、ユーラシア大陸、日本最大種は、イベリアトゲイモリで、全長30センチメートル。自己防衛のために皮膚に毒を持つ種が多い。特徴的なものでは、フグ毒と同じテトロドトキシンを持つアカハライモリや、カリフォルニアイモリ、 筋肉の力で毒を発射するマダラサラマンドラなどがいる。ヨーロッパに分布する複数の属では繁殖期のオスの背面の皮膚が伸長しヒレ状になることがある。森林、河川、渓流、地層等に生息する。水に浸かると溺れてしまうような陸生種もいれば逆にほぼ陸に上がらない完全水生種、陸生だが繁殖期になると水生になる種もいる。植生は 動物食で昆虫類、節足動物、甲殻類、貝類、ミミズ、両生類の卵や幼生等を食べる。繁殖形態は卵性で、主に水中で水草や石の下に卵を産み付ける。オスがメスに精子の入った包みを渡し、メスが相配室空から取り込み受精する。ファイアサラマンダーは卵管の中で卵を孵化させ、 病体になってから体外に放出する。また繁殖期に、オスがメスの目の前で尾を振る繁殖行動を行う種がいるが、赤払い森でこの繁殖行動の際に、オスの尾から、袖不倫というフェロモンが分泌されることが判明している。ファイアサラマンダーは、火の精霊として、象徴とされたり、その毒性が誇張され、意味嫌われたりしてきた。ペットとして飼育されることもあり。 ユービメ全体から見れば流通量は多い。日本に生息する赤原イモリやシリケンイモリはデパートの屋上などで見かけることもあるが海外での人気も高い。しかしペット用の乱獲や環境による生息地の破壊により生息数は減少しており、先に挙げたヨーロッパに生息する本家の構成種では生息地で厳重に保護されている。また、発生学の分野では モデル生物として使われる。バルタ、フォークトやハンス・シュペーマンの実験がこれを用いて行われたことで有名であるほか再生能力が高いことからこの分野でも実験材料となる。2016年、筑波大学の千葉親分准教授らの研究室がイモリの体が再生する構造を解明したと発表した。イモリの再生力は異常。 目玉を18回くり抜いても正常に再生する。イモリの死再生の仕組みは変態によって切り替わる250年来の謎に迫る発見イモリ250年の謎解けた死死再生の仕組み判明脳神経情報学分野再生生理学研究室。ありがとうございます。